ね、物理化学者と講演したら、ね、L 字のクラブでここでまっすぐ当てたいのに、こっからこうしないとまっすぐ戻らないじゃないですか。それをなんで体重移動でハンドファーストなんですか。だから教わるとスライスするじゃないですか。だからフックグリップや手で返すから一瞬しかまっすぐないんですよ。一度曲がったら、ね、長いクラブとこんだけ曲がるわけじゃないですか。じゃあ短いパターでも思ったところに打てないってことは、こんだけ曲がるってことは、長いクラブやんなくてもこんだけ曲がるって決まってるじゃないですか。だから短いのが思ったところ打てるようになったら、長いのを練習しなくてもこのぐらいしか曲がらないってことなんで、小さいもんからですよってことですよ。ああ、そういう微妙なワンポイント、それはもう一つのレッスンちゃんと教わった後に、何度も何度もうちみたいにその復習や予習やいろんなイベントや来て、あ、それってそういう意味なんですか、あ、だからそう言ってたんですかって後で気づくんですよ。うん、だからそう慌てずにゆっくり、まあ何でも3年計画です。3年で、まっさらの初心者だったらまだ当たらないっていうのはあるけど、そこそこ当たるようになったら3年で80台絶対出るんですよ。だから3年は費やす気持ちじゃないと無理です。だからうちでもあの36カードぐらいで1年ペースでやるんですけど、あ、そういう意味なんだって、また繰り返し繰り返し、大体3週ぐらいするんですよ。3年ぐらいみんないます。で、卒業しても時間経てば元に戻ってきますし、だからその時は分かってたからチェックに来るんで、初めて。あ、何でも3年。でも残念な話しますよ。ゼロの人は3年でプラス3だけど、マイナス20からのスタートだから、3年でまだマイナス17だから、23年頑張らないとプラス3にならないですからねっていうのがあるんですけど、それは間違いをやってたからです。じゃあプロみたいに毎日やって偶然答えに出会う時間ないから、最初から正しい答えを教えるから、それを身につける練習はあんた次第ですよってことじゃないですか。そうしたらもっとそれが20年が10年5年3年になるかもしれないよってことです。だから練習量です。で、お風呂場でね、うちのお客さんか普通のお客さんか分かんないですけど、いや、飛ばねえなとか、ドライバーがばっかり話じゃないですか。で、もう一人、いや、練習してねえからだよって言うけど、よくコンペで、俺練習してねえからって100打った人が言うんですよ。いや、この人練習してるけど100打ってますよね。練習量じゃないんですよ。したら80ですからですよ。いや、練習量じゃなくて、正しいことか間違いか、どっちかです。正しかったら、マシですけど、練習しないとできないから、正しいことを教わってから練習量ですよ、なんですよ。その正しいことがね、僕は物理学者やね、物理的に理学的心理的に正しいって僕は認められてるから堂々とやれるんですよね。ちゃんと僕ちゃんと調べて、そういう専門の人に聞いてますから、クラス3だけず正しいのってちゃんと言われてますから、ね、物理化学者と講演したら、ね、L 字のクラブでここでまっすぐ当てたいのに、こっからこうしないとまっすぐ戻らないじゃないですか。それをなんで体重移動でハンドファーストなんですか。だから教わるとスライスするじゃないですか。だからフックグリップや手で返すから一瞬しかまっすぐないんですよ。で、対談したら、桑田さんだけですね、正しいこと言ってるのって、その物理化学者が言うんですよ。